どうも、小瀬です。セブンスグッドさんに1万円分のクーポンいただいて、22点の商品を購入しました。セブンスグッドは、シーインやアリエクスプレスみたいなショッピングアプリです。以前のこの動画では、主にネイル商品を購入したんですけど、ネイル商品の他にも気になるものがたくさんあって、今回は便利グッズやアクセサリーも買ってみました。アプリのこの画面のカテゴリーをタップして、XVT879 で検索すると、私が今までに購入したものが見えます。今日の動画の中で気になる商品があったら、こうやって見てみてくださいね。ちなみに販売終了したものは見えないみたいです。セブンスグッドさんとタイアップという形なんですけども、正直にレビューしていきます。はい、箱開けてみました。前回も思ったんですけど、めっちゃ丁寧に梱包されとる。セブンスグッドのアプリで自分が購入した商品を梱包する動画が見れるんですけど、それ見るのめっちゃ楽しくって、あ、そうそう、これ買ったとか、あとサイズ感が分かって、何回も何回も梱包動画見てしまいます。じゃあ今回の商品見ていきます。360度回転スマホスタンド。iPad で動画編集してるんですけど、その iPad の隣にスマホを置いて YouTube 見ながら、めっちゃマルチタスクやね。はい。iPad とスマホを並べてるんですけど、その時にスマホスタンドがめっちゃ役に立ちます。100均や Amazon で買ったスマホスタンドもあるので、後で3つ比べてみます。今回買ったやつ、結構重い感じがします。でも重い方がいいと思う。こうやって角度変える時にも、ぐっと力を入れないと動かないんですけど、その方がいいと思う。あんまり簡単に角度変わったら困るもんね。この360度くるくる回るのがいいな。あら、これ上下逆だったね。で、ここの支えをウィーンって、はい、開けます。ウィーン。準備完了、乗っけていきます。あー、いい感じ、いい感じ。バッチリですね。私、手帳型のケースに入れてるんですけど、大丈夫。このまま持ち運びして、キッチンとかにポーンと置いて、YouTube 見ながら作業できます。で、横向きじゃなくて縦に置くのも問題なく、はい。もしこの手帳型ケースが分厚かった場合は、こんな風にして載せることもできます。わかるかな？この後ろのところ、ここに引っ掛けておきます。iPad も置けるかな？はい、置けます。iPad にケースつけてないので、ケースがあるとどうかわからないんですけど、結構安定してますよ。ここに滑り止めがついてるからいいね。でも OK。 では100均のものとセブンスグッドのもの、そして Amazon で買ったものを比べてみます。重さ測ってみました。100均のダイソーのやつかな。音が出ます。こんな風にちょっとぎこちない動きで、え、今なんか部品飛んでいったよ。びっくりした。こんなん初めて。元に戻して、100均のこのスマホスタンドの最大の弱点は、こうやって操作するとめちゃめちゃぐらつく。セブンスグッドの方に置き換えます。微動だにせんとは言わないけれども、うん、全然大丈夫。じゃあ、Amazon のものと比べてみます。まあ、こちらは値段が高いのでね。やはりこの Amazon のものが一番動かないね。総合的に見て、私はこのセブンスグッドの方が好きです。なんといってもこの360度回転する台座。あとアマゾンのは、ここが金属剥き出しになっているので、iPad の背中の部分に傷が入りました。あとセブンスグッドのものは、ここが高さ変えられるんですよね。めっちゃ万能。これめっちゃ良かった。超おすすめです。次、ヒートシーラー。USB で充電できるようになってます。日本語の説明書はついてませんでした。英語の説明も完璧な英語ではない感じなので、意味取るのが難しいけども、重要なとこだけ。充電中は赤いランプがついて、充電終わると消える。ボタンを押すと青いランプがつく。熱が出るところの真ん中に密封したい袋を当てがって、ゆっくりとスライド。袋が分厚い場合は何回かしないといけないみたいですね。先の挟むところを離すと自然に電気が切れるので、主電源を切りなさい。あと、カッターがついてますね。裏には磁石がついてるので、冷蔵庫とかにもつけておくことができます。便利。充電します。うっかり充電時間を測るのを忘れてました。気がついたら充電終わって赤いランプが消えてました。このボタンを押して、うわ、眩しいこの青色。
指2本分ぐらい開けてから、この辺からウィーン。おー、ぴったりついてますね。指2本分開けたところ、ここを最後に止めて終わり。クロスするように斜めに。あ、ちゃんと空気逃げないですね。きちんと密閉できました。でですね、隠れてるカッターなんですけど、こんな感じ。切ってみます。で、これがなかなか切れづらい。多分向きがすっごく重要なのかなと思うんだけども、何回か試したんですけど、私はその最適な角度を見つけることができなかったので、ハサミで切った方が早いかな。なんだかんだ買ってよかったです。こまめに密閉してダイエットに役立つことを祈りながら、はい、次の商品。はい、これは一体何でしょう？お洗濯グッズです。セブンスグッドの商品紹介動画こんな感じ。こうやって花びらみたいなやつの間にさっと差し込んで乾かしてパッと取れる。動画みたいにものすごくスムーズに回ります。少し厚手のハンカチタオル、それから靴下もこうやって簡単に挟んで簡単に取ることができます。実際洗濯干しに使ってみたんですけど、取るのがめちゃめちゃ簡単でした。選んでよかったです。次、アイスリング。ネッククーラーとかアイスネックリングとも呼ばれてますね。キャンドゥで880円だったような気がします。届いたその日から冷凍庫にポイッと入れて毎日使ってます。今までは保冷剤をタオルにくるんで首に巻いてたんですけど、これだとそんな手間がいらないからめっちゃ楽。暑い外出先から帰ってきて、クーラー速攻でつけてもなかなかお部屋が冷えない時にこれをパッと首につけたら100個多い。結露もほとんどないので首元がべちゃべちゃになったりしないです。外出用というよりかは冷房代の節約のために使ってる感じ。買ってよかった。次、卓上収納ボックス。丸みがあってなかなか可愛い。想像していたよりはちょっとちっちゃかったんだけれども、リビングの細々としたもの入れれるからいいよね。これはメガネケースです。ハンドクリーム入れたり、リモコン入れたり、ペン入れたり、この辺目薬入れちゃった。ここにはリップバーム2つ。私はこれをネイルグッズ収納のために買ったので、こんな感じに、コットンウッドスティックとか、ピッカー、あとシリコンペン。これはメモ帳ですね。手作りのみすぼらしいメモ帳なんですけど、ここのポケットにぴったりだった。引き出しにはマニキュア塗る時のカバーとか、あとはここはメタリックテープとかマスキングテープとか入れてます。何気にこの上の平たいところが嬉しい。スープジャーも買いました。セブンスグッドキッチン用品も充実してます。この上の蓋のところにスプーンが入るようになってます。この白い丸いのはシリコンみたいな素材で、蓋が開かなくなった時にこの白いのをいじると、プシューッと空気が入って開きやすくなりました。密閉性バッチリ。実はこの 600ml 入るスープジャーは今は販売終了になってます。商品の回転が早いのかな？はい、こんな風にスプーンを入れることができます。スプーンはこれをスライドさせてロックします。はい、次、アームカバーです。これめっちゃ可愛くないですか？これ腕に通しただけでもなんかエレガント。ちょっと内緒の話なんですけど、これ実はネイルの撮影用に買ったんです。こんな風に写真撮ったりしようかなと思って。でも撮影だけに使うのもったいない。これ可愛い。これつけたら秒でオスカルになれる。ここにゴム入ってるのでちゃんと止まるよ。でもガチの UV カット効果はないかもしれないね。アクセサリーも買ったよ。この細いリング5つで1セットです。勘のいい人は分かったかもしれないけれども、これも撮影小物にどうかなと思って買いました。でも全然普段使いしても可愛いと思うこれ。こんなモデルさんみたいな綺麗な手だったらより可愛いね。こんなリングも買いました。これ全然期待してなかったけどめっちゃ可愛い。実はセリアで似たような感じのリング買ってたんですよね。比べてみます。セブンスグッドのリングの方がなんか繊細な感じしませんか？あとこの2つ比べてみるとやっぱりセリアの方はちょっとあれな感じですね。あとこれとこれ近いテイストなのかな？比べてみると左の方が繊細な感じするな。指輪もう一つイニシャルが入ったの買いました。これかわいい。小杖の K だよ。それからピアスも買いました。
で、全然どんなピアスかわかんないっていう、はい、出してみます。こんなの、こういうピアスホールに通すところがチェーンになってるの大好きで、たくさん持ってるんですけど、お安いやつだとこのチェーンのところがガビガビでいててってなる時もあるんですけど、これもうめっちゃスムーズ。実際つけてみたけど、ストレスなくつけたり取ったりできました。そして可愛いよね。ここからネイル用品いくよ。ネイルチップ買ってみました。付属品がいろいろあったよ。グミシールついてました。つける前に地爪を拭くやつね。ミニミニファイルもついてた。これは液体タイプのグルーだと思います。ミニオレンジスティックもついてた。使用説明は中国語だけど、多分勘でわかる。大丈夫。サイズのことが心配だったので、一番サイズの多いこの24枚入りのやつ買いました。すごい丁寧な作りです。おー、かわいい。12サイズも入ってた。こんだけサイズがあったら、まあどれかは合います。こんなネイルパーツ買いました。雲母貝シール、シールって言ってるけどシールじゃないと思う。これ結構薄いので熱くならずにアートできるかな。おー、なんか半透明な感じで可愛い。割って小さくして使うこともできるね。こんなキランキランなパーツも買ったよ。実はこの2つ、商品名も値段も違うんだけれども、どう見ても同じパーツなんだよね。開けてみました。おー、ゴージャス。めっちゃ綺麗で、2つとも開けてじっと比べてみるんだけれども、同じかな、同じような気がする。うん、同じということで、裏はこんなんです。これ爪につけたら20メートル先からでもキラキラわかるかもしらん。そして恒例のシール、ひまわりかな、来年使います。ひまわりの白、来年使うよ。バラの白、綺麗。このシールちょっと残念だった。商品説明の写真見るとぷっくりした 3D みたいなシールに見えたんだけど、これぺったんこだった。アイシングジェルで盛るか。これ前から気になってたオードリー・ヘップバーンとマリリン・モンローの、かわいい。今バービー流行ってるよね。皆さん映画見ましたか？いいね。もうピンクとかリボンとかガーリー。はい、次スヌーピー。これはワイヤーアートと組み合わせてもかわいいかも。はい、これで全商品紹介終わりました。お、気になるっていう商品があったら、ぜひセブンスグッドのアプリダウンロードしていろいろ検索してみてください。動画の最初にも話したんですけど、このコードを使って検索すると、私が購入した商品と最大2000円オフのクーポン手に入ります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でドローンします。